発見発見ツイッター探偵団,探偵団今話題のツイッターをピックアップしてご紹介する番組です。え3月27日水曜日22時となりました。え探偵団員の皆さん、今晩もどうぞよろしくお願いいたします。いますはいよろしくお願いいたします。お願いします。 はい、えー、今日、え副団長は昨日に続き視察ということで、お休みでございます。で,すね、で、ピンチヒッターで北海道支部長、元北海道議の小野寺雅さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、え MC は私、長尾隆が務めさせていただきます。はい、どうぞよろしくお願いします。えー、と小野寺さん、あの…はい。 5月、えー、帯広で正式に決まりまして、いろいろありがとうございます、はいはい、よろしくいしはい、まだ日程ありますけど、多分相当先生、人気がありますので、まあ本当にいろいろやりましょう、はい、えー、本当によろしくお願いします、あと小野寺さんもなんか、全国ツアーをされるんですよね、はい、毎日。 毎日、文化庁放送局2の方で番組をさせてもらったり、はいろいろやってる中で、まあ、全国各地の人がちょっと会ってみたいみたいな人が結構増えてきて、はい、じゃちょっと一回やろうと言って横断ツアーやります、はい、いや素晴らしいです、またお話も聞かせていただきながら長尾先生の仲間を見つけてきますから、はい、あよろししくお願いしますそれではライブ冒頭の曲知文を読ませていただきます。 文化人2でも文化人メインチャンネルでやっているニコニコライブを行っています文化人メインチャンネルと文化人2の両方を見れて月額490円引き続き YouTube メンバー限定も続けていきますのでこちらもお楽しみくださいメンバーレベル2は月額390円です そして私、副団長のコラムが連載される文化人ダイヤモンドクラブが3月からスタートいたしております。概要欄にダイヤモンドクラブの URL が貼られておりますので皆様ぜひチェックしていただきたいと思いますよろししくお願いします。はい それでは本日のお品書きに参ります。一般公開ライブ、今日は水曜日です。1700人ルール適用ということで、22時25分の時点で1700人を超えていれば、一般公開ライブ15分延長して22時45分までお届けさせていただきますので、皆様の力強いご協力をよろしくお願いいたします。河野氏所管外を連発 そして大林美香氏が辞任、うんえー、キム・ヨジョン、えー、日本との交渉拒否、えー、そしてメンバー限定ライブでは、本日の東京15区、えー、北海道支部長の野党斬りスペシャルというラインナップでお届けさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい。それでは、えー、河野氏、召喚外連発ということで、うん、えーっとね、 これちょっと僕きっちりと見てなくって小野寺さんのえツイートなのでちょっと小野寺さんえ解説ご紹介とコメントを合わせていただけますかお願いしますこれですねもうふざけてるなこやつというようにツイートをしてしまったぐらいこれ神奈川新聞の記事なんですけれども河野氏が答弁でこれは所管外なんだということを5回も繰り返して言ってもう全然自分には関係ないですよこの問題と。 中国の国営企業のロゴの問題で野党まで反発している中で、いや全然、もう所管外ですから、所管外ですから、みたいなことを言い続けたということで、これ、自分がどれだけこの問題に責任を持たなければいけないのかだとか、しっかりした情報発信を今こそしなきゃいけないだとか、しっかりした処分をしなきゃいけないという立場にある人が、所管外だから関係ありませんから、みたいな、 そういう答弁をよくできるなというふうに思ってですね、まあ、からも、まあ、大林さんっていう方が辞任をしたやの話も出てくると思いますけれども、いやいやいや、こんな事態になってるので、よくこんなこと言えるなっていうふうに思って、この方が、もしかしたら総裁選に出るかもしれないみたいな話にもなっていてですよ。自民党大丈夫か、これということでツイートさせてもらいました。 ああの前も所管外答弁ありましたよね、うん、ああ僕はそれをなんかまた、あの数年前こんなことがあったとっいうことを取り上げてる人がいるのかなと思ったら、今回、また所管外、所管外じゃなくてど,ど真ん中じゃないですか。ど真ん中ですよ ただ経産省がなんとかとかそういう話なんじゃない、ただタスクフォースチームで自分が任命権者なので、も <laughs> う、はい、<laughs> これ、大林さんはあのーあ、そうだ、辞任されたってことなんで、じゃあ、ちょっと2番いきましょうか、産経、はい、ニュース、えー、中国企業ロゴ入り資料作成。 自然エネルギー財団の大林美香氏が内閣府タス,タスクフォース構成員を辞任したとで大林らによるとタスクフォースを所管する、はい、河野太郎、はい、規制と <laughs> 改革担当大臣に、はいうん、河野さんに辞表届を提出 <laughs> そして河野さんが受理したってことははこれは所管外じゃないですよねど,ど真ん中なんですよ。<laughs> ななんんでこんな もう誰でも分かるようなそういう答弁をまあそ保守だって怒るし野党だっておかしいって追及してるのにこんなこと言われたらふざけんなってなるしそもそもこの問題の重大さを認識していないんじゃないのかといろんな問題に発展していくのにこの河野さんっていうのはもう高く食っていて、はい、いやいやお前らなんかみたいなそういう上から目線なのか全く理解していないのか。 さらに自分もちょっとすでに気づかるので守ろうとしているのかどういうことなんですかこれは。まあおかしいですよね。おかしいですよね。理解できますよね。<laughs> <ん>やめてるんですよで。まあちょっと僕は後であので議事録を確認してみますよ。なるほど。なるほど。いや例えばね、これね、え。ー だって今の記事にあって大林氏は所管する河野太郎大臣に辞任届を提出したわけでしょだからだったら所管だってことで,で所管なのに所管外だという答弁をした場合 <laughs> まあ何委員会で答弁をしたのか知りませんけれど、うん、委員長がこれはあの担当はあなただからきっちりと答弁してくださいと。 うん、いうことだって言えるんですけれどね、うん、これ委員,う委員会でしょそうですよね、本当、びっくりしちゃって、ねでえー、3時間前のですね、えー、その有刊フジのニュースでも、はい、この中国企業のロゴ問題で、はい、まあその大林さんが辞任したんだけれども、就任経緯は河野、はい、太郎氏の推薦もあったと。 いう記事が今度出てきてですね,ですね。ということは、辞任した人を推薦したという問題が発生して、さらに関係あるのに、もし職案外って言っていたら、それも問題になるということで、この問題、まだまだ大引きそうですよねいや引きますね、これ、まあ、職務放棄と言われてもしょうがないかもしれませんね私もね。 河野太郎さん限界感隣部屋でね。あ、そうだったんですか。あ、そうだったんですか。<laughs> えー、結構結構あの雑談はした中でね、あの年も昭和三十七年生まれで一緒でね。本当に。そう <laughs> まあじゃあなしかしね、三番、えー、小野寺さんのツイートですけど、うん、単にやめれば済む話ではないと。うん、まあ今のは。 やめたということで、で所管外だという、まあ、答弁、しかし、じゃあ、やめれば済む話じゃないですよね、この辺はちょっと突っ込んで、もう少しお話聞かせていただきこれ、本当にですね、うん、この人がやめるっていう、そもそもやめる意味が分からなくて、ただなおそのお、大臣が説明していて、あの所管官庁が説明しているように、なんとなくただ紛れちゃったんだと。 いうような話だったら、辞めるというまでの話でもないはずなのに、辞めなければいけないことがあるんじゃないのかって裏を考えてしまうようなことがあるかもしれないと思ってしまうことと、実際に大林さんっていう方のいろいろ経歴もネットで調べてみるとですね、全然分かんないと。何やらいろいろな対談だとかを見ても、大学も出ていないのではないかと。 何やら英訳の専門学校的なものに行っていたような表記はあるんだけれどもどこの大学を卒業してどこの高校を卒業して専攻は何で何の専門家なのかも分からずそしてエネルギー財団のホームページを見ても前職は英語塾の講師だったと書いてあるとでこの方全く専門外なのになんでこんなところでエネルギーの 国の政策をドンと決めるような、そういう発言力を持ってしまい、さらに日経新聞で特集が組まれるような発言力を持ち、さらに自分の意に反さないような、反するような発言をした委員には、徹底的に苦情の文章まで出していると、いろいろな経緯を見るとですね、この方ももう僕から見ると、そういうもう再現でモンスターに見えるんですけど、 誰がこの再現のモンスターをここまで育てたんだという問題もあり、さらにそういう謎だらけの人がなんで河野太郎さんが推薦してここに入れたのか、そしてセキュリティクリアランスということをこれから日本が進めていくんだとしたら、これ大問題であって、セキュリティクリアランスにのっとってしっかりと廃業しなければならない問題なのに、 この人1人だけ切って本当に大丈夫なんですか、他にもまだいますよね、エネルギー財団の人、あと2人残ってますよとか、いろいろな問題がまだあるのに、このやめたことだけで、はい、おしまいってなったとしたら、これこそ大問題じゃないのかなと思うってことなんですよね。おっしゃる通りですね。うんうん、関連で、ね、ちょっと4番で、えー、小野田君、はい、参議院議員のツイートを紹介させてもらいます。はいえー、やめてて終わりではなくて きちんと背景や影響や諸々を検証して、問題点を明らかにせねばならないし、今回の件に限らず、国の政策の方向性に影響を及ぼすところに入る有識者等のメンバーのチェック体制も見直さなければいけないと思います。本当に重たいい問題ととうことですよねでまあ大林さんが まあ所属しているこの自然エネルギー財団というのは、まあえー、つまり習近平が2016年に唱えたですね、まあ、いわゆるあの電力網構想これを、ねね、実現するために作られたと言っても過言ではないんですね。 でグローバルエネルギーインターコネクション発展協力機構っていうなんか50カ国ぐらい集まったまあ非営利団体があるとでこの団体のトップは今回ロゴが見つかった中国電網講師国家電網講師の会長がこの えー、グローバルエネルギーインターコネクションの会長をやってると、この団体の理事を自然エネルギー財団が加わっているってことになると、うん、これ、中国とどっぷりってことですよね。そうななんでですよ本当にこれエネルギー的な目線で見る 安全保障ということに対して例えばトランプ大統領もエネルギー網を見た時にそのコンピューターのネットワークと同じように電線にウイルス的なあと攻撃的なことをできるので大統領令としてそういうものが途中で怪しいものが入らないようにしっかりとエネルギー網の整備をしていくということを決めたということが、まあ、数年前にありましたが 日本の国会議員はそんなことも知らないのかと、こんな事態になって、もしエネルギー網みたいなものが中国を中心に東アジアでわーってネットワークで踏まれると、孫正義会長も何やら回転電線の送電網を作るみたいな中国から、ちょっと怪しいことも一時期言っていましたけれども、本当にそんなものが構築をされたら、どれだけエネルギーで日本は もその不利に立つのかということも考えて今あ、ロシアによるウクライナ侵攻でヨーロッパがガスが来ないだとかエネルギーって大変なことになっていますけど、それどころじゃない影響が中国が持つということで、本当にですね、注意をしなければならない国家の一大事だということなんですけど、マスコミも報道しませんし、まあ、長尾先生も SNS とこういう番組でも、まあしっかりと まあ情報発信されていて、これは本当にまあ経済安全保障に関しては、長井先生、本当に頑張っていらっしゃったので、今の低堕落を見ると、本当にがくっとすると思うんですが、だからこそ余計我われわれは、さばかなきゃいけないと思ってるんですよね。そうですねで国際 NGO にね、うん、加盟していたから、まあ、あのこの自然エネルギー財団はですね、無用な誤解を避けるために、脱退する。 っていうふうふに表明をした。だけどね、まあ、まだ脱退してないんですよ、本当にね、うん、脱退するって表明して、本当に脱退したかどうか、これ、確認する必要があると思うんですよ。ありますよね、えー。でね、多分ね、脱退できないと思いますよ。<laughs> うん、<laughs> だって、習近平の構想を、日本の担当者として実現するような団体であるっていうことになるわけなんでね。うん それで、まあ、ちょっとご番にいきたいと思いますけれども、はい、まあちょうどセキュリティクリアランスのお話が、ことばがあの小野寺さんからも出ました、でまあ、もしです、ね、このセキュリティクリアランスの適正評価、うん、まあそういえば小橋が評価を受けるなら、間違いなく不適切でしょうねと、うん、まあもちろん財団も不適切。 でその結果をもって差別ではないかという、まあ、論調を作り出す輩がこれから出てくるでしょうと、まあ、とにかく気を緩めることなく、うん、SC 法は成立させてもらいたいと、まあ、そういう願望があるわけですけど、まあ多分ね、小林氏はあのセキュリティクリアンスに手を挙げないと思いますよえなぜなら家族構成だとか、うん、<laughs> 思想信条だとか うん、あとはさっき小野寺さんがルール言われたことをね全部自分から言わなきゃいけないわけですから、うん、まあそもそもまあ彼らはセキュリティクリアランスの対象にはならないと、まあ、絶対手を挙げればなりますけどもね、うん、まあ絶対あんまり外に分かってもらいたくないようなことが多々あるんじゃないかなと思ってます。うん、でちょっとね6番 えー、これは動画がありますので、スタッフさん、ちょっと流してください、お願いします、ちょっと全部流します、えー、よろしくお願いします、まあ、あのそもそもあの審議会のメンバーを選ぶときに、しっかりとあの留意をするということだと思います、まあ、そういった書類が出てきたら、私の場合は切れます、はい小渡龍太郎、はい、明確な答弁、ありがとうございました。はい あのその答弁を期待してたんですであの、仮に配布される文書が、核証のクリアランスを経てますということで、今回、あの内閣府、言ってるんですけどもあの、まあ、文書自体がクリアランスを経ていたとしても、内閣府で検討,する際に,検討に際してですね、中国の再エネ政策の課題が知りうる可能性って結構あると思うんですね、で、文書化されてない情報だって、経済安保情報になりうるわけですよね。 で私、これ思うんですけど、あの知りうる可能性がある段階で、セキュリティクリアランスの網をかけることを検討すべきなんじゃないかなというふうに思うんですけども、大臣、いかがお考えですか高井大臣、えー。政府が主催する、まあ、会議のメンバー,ーについてということでしたら、重要経産保情報の取り扱いの業務を行うような場合でない限りは、 その適正評価を受けていただくことはございません。尾形倫太郎君。はい、しかしですね。じゃ、ありがとうございます。よくある。ちょっと、これ、終わります。終わります。はい。えっ、ー、とね、あの、質疑に立ったのは尾形倫太郎衆議院議員で、無派閥。無所属の会か。なるほど。完全無所属でね、あの、上がってきたんですよ。で、私、衆議院当選同期で、彼とは、なんか、いつもね、あの。 国会が僕がいるときは彼は落選で、彼がいるときは <laughs> 僕があの落選で,あで,で、で、盛りかけのときにはね、まあ、一緒に国会上がって、彼はなんかもう盛りかけることばっかりやっててね、ちょっと一瞬、仲が悪かったんですけど、今の質疑は素晴らしいですね。うん、でね、高市さんが私で切れますっていう、あのその前の質疑が実はあるんですけども、うん、それは高市大臣にですね、 えーまあ、高橋大臣は規制改革担当ではないけれども、セキュリティークエアランス担当の大臣として、例えばもし大臣が所管の重要土地、えー、法、この、まあ、タスクフォースに、あのような資料,資料が出てきたら、あなたはどう大臣はどうしますかっていう、そういう質問に答えたんです。で、うんうん、ですから冒頭小野寺さんの方で解説していただいたただ河野 大臣が担当でありながら私の所感じゃないこれを5回も繰り返したと全く逆のことを言ってるんですよね、うん、えー、まあ、逆の態度、うん、つまり取るべき態度をちゃんと高市大臣は取ってるっていうことであります、うんうん、えー、いかがでしょう小野寺さんその本当に僕たちはこういうしっかりとした毅然とした対応を、うん とってくれて、答弁をしてくれるという国会議員だとか大臣を求めているわけであって、本当にですね、今、僕の心の中の希望の一つは、本当、高市さんが本当に総理大臣になってほしいなという思いで、まあ、それじゃないとですね、まあ、河野さんみたいな方がですよ、大臣になっても大丈夫なのかと。 この人にセキュリティクリアランスをチェックすべきなんじゃないのかと思うような、そういう人が自民党で偉いところでうじゃうじゃいるっていうのが、本当にですね、なんか居心地が悪いというか、高橋さんの答弁を見て、本当にすかっとしましたねうよ、ね、あの、河野大臣なんて、ね、調査だよ、ね、本当ですよね、人気ルートをしてるかもしれませんもんね。<laughs> あのね 今回の,その誤回も所管外、所管外っていうのは、これは傲慢ですよ、正直言って、うん。職務放棄というか、あるいは完全に中国側だからそういうことを言ってんのかっていうふうに言わざるを得ないですね、うん。これは人格批判とかそういうことをしてるんじゃなくて、いわゆる一般論として、こういうことを言う人は、河野大臣であれ、なかれ、もうダメですよね。 ですよねあ、関連でね、MI2 さんも、えー、こうしてくださっています、私なら切れる、はいね、さっき紹介しました、うんえー、とにかくそもそも審議会メンバーを選ぶときにしっかりと留意するということだと思うということでね、うんまあ、同じ質問をね、やっぱり河野大臣にもう一回、緒方麟太郎、だあのやってもない,いですね。 比べたいですよね。あきさんはちゃんと答えましたよっつって。本当ですね。はい。うんはい、えっ、ー、とそれではですね、えー、ここ数日金与正がやたらですね、うん、あの情報発信をして、えー、おります。まあ耳を疑うような内容であったり、あやっぱり今回は高結果というような、うん、あことで、えー、あります。えならば。 支持率最低水準交渉拒否北朝鮮のキム・ヨジョン副部長が新たな談話を発表史上最低水準の支持率を意識する日本首相の政略的な打算に朝日新聞が利用されてはならない日本側との接触も交渉も拒否すると、まあ、えらい具体的ですよね。うん、なんかあの 支持率が低いことまで心配してくださっているという、まあ、このなんともなめられたこの発言でありますが、まあ、私がちょっとこれを引用して、ですね8番、まあ、おそらく日本側からアプローチしてしまった結果だと思います、拉致被害者の全員一括即時奪還という条件を突きつけ、北朝鮮からの回答を待つ姿勢を崩してしまった。 自らを高く見せるためにマウントを取って北朝鮮がですねそれでも日本が再交渉してくると高をくくって言いますとこれ小野寺さんこれここまで断られてやっぱりなんとか交渉してください首脳会談やってくださいって木田さんは頼むんでしょうかねその辺のお見立てはいかがでしょうか。僕はもしかすると あり得るなというふうに思って。あり得るよね。<laughs> うん。ちょっと向こうが寝耳してて、自分を本当に高く見せて、こんな言葉に言ってもあいつら来るぞぐらいの、そういう場面を作っても、僕、岸田さんは、いやいや、これ僕が言ってね、いろいろな話をしたら、ちょっとこれ支持率回復するぞみたいな、それぐらいの感覚で、 言ってしまうんじゃないのかって恐ろしさがあってで、本当に長尾先生のツイートで、ね、今日皆さん見てる方も、ああ、なるほどなと思って、僕も先ほど、この、まあ、そのシナリオを見て、あそういう見方あるのかって言うと、本当に目から動きが落ちたんですけど、さすが国会議員やってるだけあって、そういうことがあるんじゃないのかっていう、まあそ、推測ですけれども、なるほどなと思ってですね、やっぱりそういう前段があるから、今、これだけ北朝鮮は、 強くバカにするぐらい来てるんだろうな。でもだからこそ水野さんに言ってもらいたくないのに下手したら行っちゃうぞと思っちゃうっていう危険性とか怖さありますよね。いやー行っちゃう可能性があるし、うん、あの山口信之さんは絶対行くって断言してるいらっしゃいますよね。<laughs> そうですか。うん、ただまあ金与正がここまでそのルール違反、えー、まあ要はあの。 日本側からアプローチを受けてるよってことをあの日本政府に了解しないで暴露しちゃったんでね、岸、うん、田さんはだって、あの休憩時間中に、えーまああの金正恩の報道が出てで、一時に石橋参議院議員だったかな、えー、質疑をして、これ、事実なんですかって聞いたら、私は報道を 承知しておりませんって要は知らないって答えたんですよ <laughs>、うん。だけど昼休み時間中にそういうでかいニュースが出てきたら秘書官が教えると思うんだけどそれも知らなかったっていうこんな状態なんだねまあ極めて不安ですね。25分の時点で1800人。 えー、そして今この瞬間1915人の<ー>代表皆さんにご視聴いただいております。ます本当にありがとうございます。はということでありがとうございます。えーはい、す15分延長して一般公開ライブ22時45分までお届けさせていただきます。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。よかった。ありがとうございます。ありがとうございます。